もう少しこちらでお願いします。はい、ありがとうございます。エグザイルトライブの皆さんです。どうぞお越しください。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。まずはですね、お一人ずつご挨拶を頂戴してもよろしいでしょうかね。まずは今市隆二さんお願いしてもいいですか。はい、EXILE TRIBE のボーカルを務めさせていただいてます、今市隆二です。よろしくお願いします。お願いします。はい、EXILE TRIBE 三代目 JSOUL BROTHERS のエリーです。よろしくお願いします。はい、お願いします。続いて品原アナさんお願いします。はい、EXILE TRIBE GENERATIONS の品原です。お願いします。はい、お願いします。そして片原龍斗さん。ボーカルの風原龍斗です。よろしくお願いします。はい、お願いします。そして関口メンディさん。はい、パフォーマーの関口メンディです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。アローのね、主人公のオリバークイーンなんですが、5年間もの間ですね、絶海の孤島で生き延び、奇跡の生還を果たしました。ですが、このメンバーの中でですね、一番生命力の強い方だなと思うのは一体どなたでしょうかという、そんな質問があるんですけれども、どなたでしょう。誰だろう。誰ですかね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 。みんな見てる。姿勢ですか。生命力強そうな方が、ね、あちらに。はい、メンディさん。はい。関口さん。関口さん。なるほど。まあ、画体的にも、たくさんやっぱ栄養蓄えてる感じなので。はい。確かにそのもう溢れてますよね、生命力ね。そうですね。もう頭も飛び出してるね、ちょっと。はい。ね、三代目 JSOUL BROTHERS のお二人から見ると、はい、ジェネレーションズのですね、皆さんのうち主人公のように2つの顔を持ってるんじゃないかなと思える方はどなたなんでしょうか。もうこれはね、もうメンディーさん、メンディーです。メンディーさん、関口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 さん、メンディーさんでね、ある意味2つありますけどね。はい、まあ、そうですね。もうどの辺なんでしょうか。もうメンディーって、うん、ああ見えて、ヒサロなんです。そうなんですよ。日焼けしたので焼いてるんですよね。はい、白いんです。ほんと、ジグロじゃないですか。ジグロではないです。生まれた時は結構白くて、今あの家でアルバムとか見ると、これほんと俺かっていうぐらい白いんですよ。さっきあの写メ、ちっちゃい頃の写メ見せてもらったんですけど、はい、真っ白です。そうなんです。想像がつかないですね。はい、あと英語も喋れないです、ね、英語も喋れない。どう考えても外国の方は英語で話しかけてきますよね。それがあの困ってて、あのいつもあの何もあの道案内とかできないまま、あの I'm sorry って感じなんですけど。はい、ということは、一番タキシードが似合ってる人っていうのは皆さんの心の中にはあるんでしょうね。そうですね。それはどうなんでしょうか。みんな心では誰っていうふうに思ってるんで。あ、この中ですか。はい。あ、じゃあ、もう、あの弓矢しょってる人いますか。弓矢にタキシードですね。どんなことをやってみたいか、もう一つの顔があるとしたら。もう一つの顔、はい、なんだろうな。ダンスしたいです。ボーカルなんで、はい、意外と今とあんまり変わらないんですよ。いや、あの基本的にやっぱあの自分ボーカリストなんで歌を歌わせていただいてるんで、もう一つ顔を持つとしたら、なんかみんなみたいに踊れたらいいかなって、はい、理想です。でも踊ることは意外と簡単ね。いやいや、簡単じゃないと思います。、はい、簡単じゃないんですか。簡単、いや絶対簡単じゃないと思います。、はい、そこは、はい、ジェイリーさんは。あ、そうですね、僕も歌を歌ってみたいですね。あと音楽作ったり、ウィル・スミスみたいにこう演技したり、歌歌ったりダンスもやったりしてみたいですね。はい、そうですね、でもいろんな外国の言葉が喋れるようになりたいですね。普段はこういう感じなんですけど、外国に行くと向こうの現地に溶け込めるような、なんかそこの文化もしっかり理解してるような人になりたいなと思います。今は何語が喋れるんですか。今僕あのお母さんがフィリピン人なんですけど、フィリピン語は喋れますね。と今英語はみんな勉強中なんで。あ、そうですか、はい、英語はね、さっきも話もありましたけど。そうですね、どんどん話して、どんどん話して、あっち一人旅したいなと思います、ね。はい、一人旅をしたいんですか。やっぱダンスのレッスンとかも向こうの海外のダンサーさんとかに教わりたいなと思います、ね。いかがですか。そうですね、僕結構話してる声が低いので、あの名前を出さずにナレーションのお仕事とかやってて、こうこの声聞いたことあるなみたいな
でも名前は出さずに、あの声実は僕がやってるんですよっていうのは絶対言わないようにしていろいろやったりしてみたいですね。これはいい宣伝になりますよ。それこそこういう海外ドラマ の CM で の時とかに、ついに日本初上陸みたいなのとかをやってみたいですよ。実現しますよ、それは。よろしくお願いします。そういう裏の顔はいいかなと。あ、いいかなと、はい、じゃあ関口さんは。そうですね、なんだろう、でもヒーローはやっぱ憧れますね。まあ、そういう、なんだろう、人を守る仕事みたいな感じです。SP とか。なれる。明日なれるもん。具体的にも。足も速いし、はい。SP って大変ですよ。はい。だからこそちょっとやってみたいな。例えばほら、守る人がいたらパッと体張ってね、はい、出てくんですよ。はい。逃げないですか？逃げません。はい、この矢があれば、はい、絶対大丈夫ですよね。うん、はい。いけそうな気がします。今、誰を守りたいですか？はい、今そうですね、お母さんですから。優しい。